それでは続きまして、ユニバーサルコミュニケーション研究所のプレゼンテーションタイムに移ってまいります。YouTube ライブからのチャットも受け付けておりますので、引き続きご質問などございましたらコメントをお願いいたします。では、まず私から、ユニバーサルコミュニケーション研究所についてご紹介させていただきます。 ユニバーサルコミュニケーション研究所は、誰もが分かり合えるユニバーサルコミュニケーションの実現を目指して、多言語、対話、行動支援に関する研究開発と社会実装に取り組んでいます。これにより、国際ビジネス、高齢者ケア、環境リスク低減などにおける、言葉の壁、知識の壁、データ利活用の壁をなくし、社会課題の解決や、 新たな価値創造に貢献します。また、先進的音声翻訳研究開発推進センターでは、現在、グローバルコミュニケーション計画2025に基づき、ビジネスや国際会議などの場面においても利用可能な、実用レベルの自動同時通訳を実現すべく研究開発を行っています。大阪、 関西万博が開催される来年2025年を目標にビジネスでも使える低遅延の AI 同時通訳の実現を目指しています。それではユニバーサルコミュニケーション研究所先進的音声翻訳研究開発推進センター先進的翻訳技術研究室室長の内山より自動同時通訳の概要と今後の展開 主に自動翻訳の観点からと題したプレゼンテーションを実施いたしますそれではよろしくお願いいたします内山ですよろしくお願いしますまずあの講演の概要なんですけれども、えー、自動翻訳の研究成果の概要から、えー、と社会実装のイメージまたデモをお見せした後で概要と どのような課題があるか、また今後の展開、さらにあの今デモで、えー、お見せしているものを少しの関連するデモを最後にお見せしたいと思います。えっとまずこのここで6つくらい製品の例があるんですけれども、これは私たちがあの多言語翻訳技術を活用し,し,した民間技術の製品サービス事例でしてあの。 同時通訳ではなく、逐次通訳と呼んでいるんですけれども、そういった技術です。とか、テキスト翻訳を利用した製品の一例です。また、同時通訳につきましては、今年度中に技術移転先から商品化してもうもうすでに商品化されているものもあります。で、またあのこういったあの翻訳エンジン作る時になんですけれども。 大学データと申しまして、えー、と訓練に使う翻訳が多量に必要なんですけれどもそういったものを民間のか企業等から提供を受ける仕組みとして翻訳バンクという組織を立ち上げてそこで大学データを収集してそれを利用した翻訳エンジンを作るというような活動をしております。 またあの同時通訳以外にも翻訳に関して全般的に研究をしておるんですけれどもこれはあの昨年度の研究成果からピックアップしたものですけれども「みんなの自動翻訳」アットトマークテキストラというサイトを一般に公開して私たちの技術のデモをしているんですけれどもそこであの90言語に対応している日常会話エンジンというものを作成して公開しております。 またあの大阪関西万博でよく使う言語としまして日英中韓越仏の6の言語に対して任意の二言語間の自動同時通訳というものを実現して技術移転しておりますまたあの台湾企業が日本進出非常に話題になっておりますけれどもそうした時にあの台湾では反対事例をしていましてそういった た時に、あの一旦あの簡体字に翻訳してから反対字に変換するみたいなことをしていたんですけれども、その精度を高めるというような技術を開発しております。また、あの東芝デジタルソリューションに技術移転した自動翻訳エンジンというものです。けれども、これがあの法令翻訳に関して、えー 全省庁で今年度から運用が開始されておりましてこれによってあの今まであの法令っていうのは3年くらい英語化にかかっていたみたいなんですけれどもこのシステムを使うことによってまあ半年くらいに短縮することが目標とされているようです。これあの同時通訳技術の今後の展開として考えてま いる利活用例なんですけれどもあの大阪監査万博におきまして例えばパビリオン内ですとかパビリオンの外また会場の周辺デジタルサイネージ等での利用を想定しております私たちはあのトッパン等の民間企業と GCP プロジェクトというものをしているんですけれどもそういった プロジェクトに、えー、技術移転したものが万博会場でサービス展開される予定であります。でここではあのテキスト翻訳これまでの逐字通訳また今回開発した同時通訳を、えー、適,適,適時なところで利用して自動翻訳サービスを提供するということを予定しております。 昨年度この例というものがセミコンジャパンというところで活用されているんですけれどもこれはあの突般の多言語同日や配信システムで登壇者の発話音声例えば私が喋っているようなものをマイクから取得しましてそれをテキスト化し翻訳して字幕を生成するというようなものを実証実験として またこれは非常に好評だったということを聞いております。これはあの、えー、今作って実際にあの出しているものと類似したシステムのデモなんですけれども、えー、連続する発話を次々と自動で音声認識して自動で翻訳するというものです。で文よりも短いチャンクと私たちが呼んでいる単位で翻訳しております。 でこれはあのクリアーな音声では実用的と考えております。っね、やっぱりちゃんと学業として学んで、うん、それを収めた上で技術も収めて、そしてプロになっていくっていうのはね。うん、多分まあ今までの当たり前のルートだったけど、うんうん、そこからちょっとはみ出た子たちの才能は生かされることなくね。そう,、ね、そう意外にね、今まではやっぱそこがこぼれてたところが、やっとこうインターネットが普及したことによって、例えばユーチューバーだったりとか、まあ例えばあのボカロだったりとか。 勝手に自分で一人でやれる発表できるルートっていうのは実際出てきているしでそれでまあ実際才能を発揮している子たちもどんどん出てきてはいるけどじゃあそれを体系的に学べるような場所があるかっていえばやっぱりそこはまだまだなと思うしやっぱ私たちは都会に住んでるからまだそこに触れる。 いろんなこう機会も多いと思うんですけど例えば地方だったりとか離島に住んでる子がそういう環境の学びがあるかっては多分恐らくなかなかないじゃないですか、うん。えっとこの左側にあの音声認識しているものが次々と確定されて出ておりましてこの右側でチャンクという単位ごとに翻訳してそれが今まで白い。 えー、白抜きの字で出ていたんですけれどもそれがあの文,文末になりますと文ごとの翻訳で確定されるというようなデモです。普通だったら、ね、たで実験上の自動動織通訳のレベルというものなんですけれども音声認識の制度につきましては「えー、と日英中」などの言語は「 人間レベル、音声認識、結果を問題なく読んで理解できるレベルとなっております。その他の複数の言語も実用レベルとして警備の誤りはあります。けれども、音声認識、結果を読んで十分に理解できるレベルに達しております。ただ、現在、あの入力等の雑音の影響が大きいという課題は残っております。また、翻訳の精度につきましては？ テキスト翻訳における一文の翻訳制度として原文と同じ意味が通じるというような解釈ですと日英などの言語方向では一般的な文章について90程度はあの意味が通じる状況となっておりますあのもっと細かい単位で翻訳しますと同程度か少し低い精度になりまして。 その他自動同時通訳で難しいことといいますと入力に言い間違いがあったり言い直しがあったり言いよみがあったりしてこれらによって翻訳精度が下がが下るというようよな問題がありま,すまた流暢さとしましてはテキスト翻訳の流暢さにつきましては人間には及ばないものの,あのそ,そんなに長くない文章であれば出力を理解するには問題ないレベルになっております。 ジャンク単位の翻訳につきましては、あの文が終わる前に翻訳を確定しますから、流暢性は落ちます。例えばこの例ですと、えー、日翻訳で、オンザ・コン r a リーの時点で反対に。Even in a large m a g n i t マグニチュード・アスクエイク、巨大地震でもで、次にその場所では震度が小さくなることがある。震源から遠く離れた場所のように、あの 確定しつつしますので流の流暢性は下がりますけれどもあの意味が通じるような翻訳ができるようになっております。えー、自動同時通訳での AI の活用法なんですけれどもあの皆様チャット GPT とよくご存知かと思いますけれども NICT で自動通訳技術に利用しているものは翻訳や認識に特化したものです。 またあの汎用の技術の翻訳や認識への利用も研究中なんですけれどもこういったものをえ比べてみますと専門の AI っていうのは例としては自動翻訳音声認識画像認識などでパラメータといいましてそのモデルの大きさを決めるようなものなんですけれどもこれは大きくても10億とかです。 でデプロイっていって動かす環境っていうのは GPGPU1 個や CPU でも実用的に動く一方あの汎用的な AI というものはあの1,000億以上のパラメーターと言われておりまして多数の,あのデプロイの環境が必要なことが多いです。要素技術を統合した同時通訳エンジン まず最初に音声認識が単語列を単語を例えば W1 から10みたいに出してくるんですけれどもそれを分割するものが例えばここでは123456789のようにあの必ずしも固定調ではない翻訳に適した単位に分割しております。さららにそれをあの頭の方から分割して t123 456みたいにやるんですけれどもこの時あのチャンクだけで翻訳しますと文脈がないのでやはり失敗しやすいですから過去の翻訳結果を生かして次のチャンクを翻訳したりもしくは文脈を単語のようなもので与えるといったようなこともしております。でこうした時にあの訓練データも作っておりまして。 例えばその分割するときにはこのチャンクというものをあらかじめ同時通訳をよく知っている人によってチャンク分割を模倣した訓練データを作ってもらっております。Never the time when we first met みたいな文章を3つに分けるというようなことをテキスト化しておきましてそれを学習することによってこれを学習したものが 音声認識結果をこのようなジャンクに分割できますまたその他に日本語ですとよくあの主語が省略されるんですけれどもそういった省略が一体どのようなものが省略されているかといったような情報を学習したりしています文分,分割についてちょっとジャンク分割よりもちょっと簡単な文分,分割なんですけれどもこの上のボックスを見ますと単語が英語で え連続しててあってこれはあの人間には極めて読みづらいということがわかるかと思うんですけれどもこれをあの自動で下のように「イーブンキャッツは watching this video」キャッツは watching over キャッツ watch this video みたいに分割することで人間もわかりやすくなりますし翻訳もしやすくなるというような技術を作っております。で日英の方向でチャンク単位の翻訳っていいますとこの 黄色い線があの実際の文末でありましてそうでなくてあの表,表の各セルに分かれているものが実際に分割チャンクとして分割されたものです。これを見るとお分かりかと思いますけれども日本語に対してはあの比較的精度の高いチャンク分割ができるような日本語ですと助詞とかがよい 手がかりりになりますので日本語から英語への翻訳におけるチャンクへの分割というものは比較的精度よくできます。で一方 A 日もチャンク単位の翻訳っていうのをしているんですけれどもこれ日本語と異なりましてこの黄色の線の、えー、でちゃんと分かれていないような例もありましてまあ今のところまだ難しいっていう点はあるんですけれどもえー 英語にについいててもも同様にチャンクのの翻訳というものをしております課題としましてはあのまずあのチャンクだけで翻訳すると文脈が少なくなって翻訳が困難というのをさっき言ったんですけれどもそういった時に一つ前のチャンクも翻訳に活用しています。 例えばあの最初がオンザ・コントラリーで分かれてこれは反対にだけなんですけれどもその後のイーブンやラージ・マグニチュード・アースクエイクっていうのを訳す時に、えー、文脈としてオンダ・コントラリーっていうのを最初につけて翻訳しますと,、えー、と巨大地震でもっていうようなふうになりましてその同様に、えー、その場所では震度が小さくなることがある震源下で遠く離れた場所のように なるんですけれどもこの最後の「震源」っていうのがフォーカスの略なんですけれどもこれについてあの文脈を考えないとこれが焦点に訳されるというようなことがありましてチャンクという短い単位であっても後ろを見ることによってある程度、えー、曖昧性の解消ができるようになっております。 でその他あの自動同時通訳での課題としましてチャンク単位の翻訳をすることで分単位よりもあの早く翻訳をデリバーできるんですけれども短所としましては、えー、精度がやっぱり下がってしまうっていうことがあるんですけれども機械の場合にはあのいくらでも翻訳の候補っていうのが出せますんでチャンク単位の翻訳をしつつあの文末になりましたら 分単位の翻訳もして、えー、早くい内容を知りたい時にはあのジャンクの方を見ておいてある程度精度の高いものを知りたい時には文体の翻訳を見るというように速さと精度というのをシステム的に両方デリバーできるというような仕組みを採用しております。その他あのシステム上あの 音声認識結果に句読点がないのでこれは句読点ありなしの文追から句読点挿入エンジンを作成するですとか時間制約や分かりやすくさの観点から翻訳が長すぎるということがありますのでこれは分単位に短くするというような、えー、短文化というようなことができるエンジンを作成しております。であの例えば音声認識の結果が、えー、このような先だと で発信した通りこの度になりましたのような時にここに苦当点を入れまして短くすると当社の製品をより広く紹介するために3ヶ月後に展示会に出展することになりましたでそれを翻訳するというような流れになっておりますまたこれはあの前もって短くしたりあるいは翻訳後のものを短くするという双方ができるようになっております で先ほどあのチャンクによってあの短くなってデリバーが早くできると言いましたけれどもこれは5言語につきまして例えば日本語ですと発話が23.51発話のところが文に分割すると13単語さ,さらにそれをチャンクに分割すると7.6単語というようにだん早くなっているということがお分かりになる かと思いますまずあの今後の社会実装の展望につきましてはあの人間の通訳者と児童通訳の大きな違いとしましてあのこれまで児童通訳の説明をしてきましたけれどもこれは実際に出た発話っていうのをもちろん通訳するんですけれどもあの熟練した通訳者の方っていうのはあの例えば「 私が間違ったことを言っていても何か言いたいのはこうだなって言って言いたいことを訳してくれるというようなことができることがあるかと思います。このような能力差で活躍する場面に自然と住み分けが起きるのでは具体的にはあのこれまで通訳者が活躍していない場面として通訳者が少ない言語中間を除くアジア言語あるいはこれまで相互に片言の英語で打ち合わせをしていた場面 とかあの非常に需要はあったと思うんですけれども供給が非常に限られていた場面で通訳者の仕事を減らしてしまうことにはならないと思っておりますまた実際にあの通訳をしている方から、えっと、通訳の仕事にとても役立つ可能性があるというような感想を頂い,いております。で最後にあのデモで画像も翻訳する同時通訳デモというのをやっておりますのでそれを えとご覧に入れますこれは YouTube の CCBY you の「の CC アカデミック・プレゼンテーション」というものなんですけれども英語日本語のえと説明なんですけれどもそれを英語に合成音声出しと同時にこの字も英語に書き換えております大学教育入門第9章「アカデミック・プレゼンテーション」パート4の講義になります。 この講義では、プレゼンテーションの話し方についてまず説明します。まず、事前練習は必ずしましょう。 えっと、お部屋で一人ででもいいので、まず喋ってみることが大事です。えー、今まで一度も喋ったことのないことをたくさんの人の前で喋るっていうのはほぼ不可能に近いです。えー、とても難しいことなので、実際に、えー、一人で喋ってみることが大事です。First of all, let's practice beforehand. Well, it doesn't matter if you are alone in your room, but it's important to talk first. Talking in front of a lot of people about something you've never said before. It's almost impossible. Yes, it's very difficult. So it's important to actually talk to yourself. さあ、それではここからのお時間はえ、皆様からの質問をお受けしたいと思います。え、オンラインでご参加の皆様は、え、チャット欄から受け付けさせていただきますので、ご質問のある方はご記入をお願いいたします。え、では、まず、はじめに会場内の皆様ご質問いかがでしょうかご質問のある方は挙手をお願いいたします。はい、ありがとうございます。では、前から3番目の、はい、ありがとうございます。男性にお願いします。 ありがとうございました、えー、とデモンストレーションで男性と女性が、えー、話をしてそれでその、えー、大きな画面にあの日本語と英語が出てきた、えー、画面があって「ああすらしいなと」と「これですこれです」で感心したんですが、えーとまあ、実際万博の会場で こういうことが使われるチャンスっていうのはどうかなというのを考えるとまあいろいろ万博の会場で使われるニーズの方ですねだと例えば「トイレはどこですか?」とか、えーど「どこは混んでますか?」とかそれから会場側だと「ちゃんと並んでください」とかいうそういうその、えー、ことを,を まあ多数手主の人が必要あの言いたい場面の方が多そうな気がするんですがえそこら辺のニーズの方からどういうふうに自動翻訳を使うかそこら辺はどういうふうに考えておられるんでしょうかえっとまずあのでは基盤となるコア技術を 作成しているんですけれどもあのプロジェクトとして、えー、民間企業が複数社参画していてその成果があの、えー、万博でサービス展開するということになっております。であのそういったあの実際にどのように使われるかにつきましてはその実証実験を担当している各社があの 数年間、えーと、例えば学校ですとか、あるいはあのー、展示場ですとかでいろいろ実験しておりまして、にニーズを把握しながら、あの私たちの、あのー、同時通訳の成果を、えー、アプリとして展開するこような、えー、立て付けになっております。わかりました さあそれでは会場内の皆様その他の方ご質問はいかがでしょうかはいよろしいでしょうかそれではオンラインからも質問が届いておりますので私から読ませていただきます 冒頭で紹介いただいた技術提供先6社の中でアプリはコニカミノルタ社だけでしたがアプリでの使用には制限があるのでしょうか端末への組み込みに強みがある技術なのでしょうかというご質問が届いております、えー、アプリで特に制限があるわけではないんですけれども、えー、と実際こういう制限 組み込みになっているのは、私の考えなんですけれども、独自性を出しやすいからではないのかなと思います。はい。はい、ということで、チャット欄からのご質問もありがとうございました。えー、お時間となっておりますので、以上をもちまして終了とさせていただきます。えー、ここまで内山室長、ありがとうございました。ありがとうございました。